はいはいや。大変だったみたいだね。この人がね。そうです。おや、君はどこにいるんですか？夜中中、ちゃこちゃんは自分のケージに戻らず、今朝になってからですね、このしおんくんとあんずちゃんの城3階建てケージの中に入って、出ておいでと開けても出てこないそうです。どうやらやっぱり誰かと一緒にいたいみたいなんですよね。こちらの自分のお城は一人ぼっちになっちゃうので、それが嫌だと。でもね、朝見たらね、カリカリ減ってんだよね。あ、食べには行ったのね。じゃあ少しね、そのタイミングで閉めればいいんだろうけど、もうそうもいかないということなんですね。さあどうしましょうかね。まあまずは出ていただきましょう。あんずちゃん、おいで。おいで、あんずちゃん。ポンちゃん、あ、しおくんダメ。台所はダメですよ。お腹空いたかな。はい、ダメだよ。ジャン君じゃないや、シオン君の、お腹が緩くなる問題をちょっと、最大だと 4,5 日ぐらい緩かったかな。で、いろいろですね、寒さのせいなのか、いろいろ試していって、最終的にご飯を、ご飯に疑いを持ちました。そしてカリカリだけに、一旦3食くらいかな、朝昼晩ぐらいをカリカリだけにしてみたところ、健康のうちに戻りました。で、その間いろんなタイプのものを混ぜて、まあ飽きないようにですね、していたんですが、この中の、まあメーカーではなくてですね、何かの、部分がシオン君と相性が合わないのかもしれないということで、いろいろちょっとずつ、試していたところ、昨日じゃないや、一昨日ですね、にこの2つを昼夜、
使ってみました。そしたらちょっとだけ緩い感じが出ましたので、少しこの2つのどちらかが相性合わない可能性があると。で、現状今この2つしかないの、あげられるの、まだたくさんあります。あ、そう。じゃあですね、これを一旦ちょっとキープして、これのどちらかで、まあ片方ずつ試すのもいいんだけど、この辺はこれはクリアしてんだっけ。それはクリアしてるけどもうなくなっちゃったの。あ、そっか。じゃあまあこれは OK にします。黄色もなくなっちゃったの。今はじゃあこれが上げられない状態なのね。これはちょっと不明です。ということはこちらかこちらかを使ってみて、まあ大量に使うとお腹が下る可能性があるので。でも昨日おとといはこれも使いました。あ、使った。で今健康なうんちだね。じゃあこの2つはまあ今のところ OK にして、このいずれかを、単品で食べさせ始めて、様子を見ようと思います。理解できた？まあ、あの2つ使っちゃうとどっちか分かんないので、こっちにするかこっちにするかを、まあ、少しずつ食べさせて、すごい健康な状態が続くようだったら1回やめてこっちを食べさせてっていう風にして、ただ、これもあと3つしかなくて、まあ十分だよ。あの、要するに特定するだけだから、里屋さんのところにもし行った時にね、これと相性が良くなかったですが分かりさえすれば、で相性が悪いっていうのも、保護主さんに聞くと、ちょっとずつ慣れさせていくとお腹が、よくちゃんとなるかもしれないっていうこともあるので、要するに堪忍探しとはいえ悪いわけではないので、あの今ちょうどその合わないっていうことなのね。じゃあそれはね、カリカリの話だったんだけどね。それでも一緒だから、あの要するに体質と合う合わないの問題なの で、今カリカリは絶対大丈夫だった2つしかあげてないのね。まだ他にもそう、もう一種類、あの そのナチュラルっぽい、なんていうの、乾物の入っていないタイプ、でもね、その2つプラスこれかこれとこれを両方あげたところちょっと下ったんだから、1回このどちらかにその原因があるっていうのは分かるわけで、それを特定できたらそれ入れないでカリカリの方を足してみたり引いてみたりして、でカリカリにも相性があるかどうかは後で見極めるという形です。はい、で、あと一つまだちょっと不安なのは、この人たちは比較的大丈夫そうだから始めたので、これからじゃあ始めようって言って、でその前に緩くなってた時はもっといろんな種類をあげていたのね、飽きないようにね、まあ、それはだからちょっとずつ、あの上げるタイミングがあるんだったら試してみて、要するに絶対 OK っていうのに一旦戻し、そこに足していく形でチェックしないと、あのルーズにやってるとどれか分かんなくなっちゃうのでね、ということで今日はどっちかにしてみます。はいですね。あなたじゃありませんでした。はい、ご飯食べたい人、はい、ね、ランドちゃんもでもさ降りてきてさ遊ぶといいんだよ。そうだね、遊ぶための時間、もうだいぶ中でなでなでできるようになったんだから、いけんじゃないの君。そうだよね、勇気出してよ。今日一旦このベッド落ちた。あ、そう。はいはいで。ご飯だよ。今日はね、ベッド付きだよ。ああ、ダメだ。やばいやばい。来た。怪獣来た。タコ怪獣。
りしたんだけど、またお掃除したのにまた砂が降っています。はい、どうぞ。はい、しょうくんどうぞ。めっちゃだよ。あ、おいしいね。はい、どうぞ。あれよ、どうぞ。あれ、今日はなんだか甘えたいみたいなんだね。はい、どうぞ。はい、しおくんそうやったら入って偉いね。赤ちゃんもそれで入ってくれるといいのにな。あ、すごい、おじちゃんガクガクしてる。チョコさん、はい、チョコさん入ったよ。ほら、チョコだよ。はい、チョコちゃん。チョコさん、毎日ね、朝昼晩って君のケージに入ってるんだよ、ご飯は。はい、ここ。チョコちゃん。はい、ここでいいよ。ケージに入れると嫌なの。じゃあ出そうか。うん、ね、これで釣ってみていい？うん、ちょっと待って。うん、はい、